長期投資についてですね、海外投資が怪しいっていう声があるんですよね。まあ中にはやっぱりいらっしゃいますよね。分散投資の怪しい例とかですね、知りたいとか、あと怪しい投資をどうやって見抜くかというようなことを言われる方がいますね。どうしたら騙されないんでしょうかと。まあ見抜き方って感じなんですけど、まずいわゆるポンジスキームって言われるその騙しの案件なんですけれども、まず利率が金利が高すぎるってことですよね。 30% 超えとか、まあ日本アメリカのですね、SP500 とか有名なインデックス投資でもまあ 7% 以上とかですね。なので、まあ、不動産物件とかだと海外の投資だと15% とかはあったりしますし、実際僕もそういう投資あるんですけれども、まあ、30% 超えとかですね、月利とかそういう言葉が出てくる時点でまあ怪しいポンジかなというところですね。まあ、あとはまあとにかくこういう詳しい人間とですね、つながっておくっていうのが大事ですね。で、フィリピンの移住の魅力なんですけれども、まあ